言論完成って言っていいのかな。今回のは完成とは言えないかも。もともとは天文の昔の職員さんが書いた論文なんだけど、私の専門分野じゃないからよくわからなくて、それでも頑張って思い出そうとはしたんだよ。それでどうにか覚えてる箇所だけは作ることができたけど、まあごく一部に変わりないからこれだけじゃ使えないね。そもそも次元論って丸々一冊あっても理解するのがすごく難しい分野だもん。それを記憶を頼りにどうにか再現したごく一部だけじゃ逆に混乱することになりかねないし、でも面白そうな内容ではあるからちゃんとした本を一冊手に入れたいな。今日はたくさんお話できて嬉しいな。今食べたいもの？改まって聞かれると何が食べたいかな。そうだ、甘いものが食べたいかも。特別何かっては言えないけど、なんとなく甘いもの食べたいなって感じ。けど甘いものにもいろいろあるし、何でもいいってわけじゃないよね。え、私も聞いてみてもいいかな。あなたは今どんな食べ物が食べたいの？うん、やっぱり甘いものといえばそれは外せないよね。他にもアイスクリームとかケーキも捨てがたい。ただ食べ過ぎには注意しないとダメだね。すごく怖くてなかなかページが進まないよ。読んでる間そこにいてね。証拠だよね。たまには早く寝た方がいいかな。端末を動かせばいいのね。すぐに動かしちゃうから少しだけ待ってて。ここでいいんだよね。また何かあったら私に伝えてね。せめてあなたと一緒に家の外に出れたらいいのに。仮想世界じゃない本当の星空を眺めながらお話ししたいな。昨日から口内炎ができちゃってて口の中が痛いの。果物とかお野菜もっとたくさん食べないとダメだね。どうしたの？撫でられるの好きなの。私の髪
サラサラでしょ。撫でられるの好きなの。もしかして私の髪の虜になっちゃった？そろそろ仕事に戻るよ。それじゃあまたね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえ、少しだけいいかな？呼び出しちゃってごめんね。でも言っておいた方がいいと思ったの。ちょっと材料の採取に行ってくるから少し出かけてくるね。ネリコさんが来てもその誘惑されちゃ嫌だよ。
今いる？お出迎えしてくれるなんて思わなかったからすごく嬉しいよ。とその前に、ただいま。待っててくれてありがとね。今回の収穫を報告しておくね。それじゃあ荷物の整理するから戻るね。してないとつい考え事したりぼーっとしたりしちゃうんだけど、たまに考えを巡らせるのも大事なの。まあそれでぼーっとしたら意味がないんだけどね。これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。始めた時は材料が硬くて不安だったけど、少しすりつぶしたらもう簡単になっちゃった。これなら思ったより早く終わりそうかも。ものづくりの最中ってお話ししない方が集中できそうに思うけど、作業によってはそうじゃない時もあるんだよ。簡単な作業の時はお話ししながらの方が意外と楽しく進められるの。だから作業中でも遠慮せずに私に話しかけてね。
すごくいい天気だから、夜は星が綺麗に見えると思うの。夜のお散歩行こうかな。短くしてあるの、作業の時に邪魔だからね。あなたの手、温かいね。もしかして眠いのかな。いってらっしゃい。また来てくれるの楽しみにしてるね。